プレーナンバー 2-11 テールズ自陣22ヤードからファーストダウン10。ターンオーバー、ランニング枠33番ハンドオフからの中央突破を狙いましたが、この時にボールをファンブル、ファンブルをしたボールを抑えたのはクラブホークアイ、したがって攻守交代です。ターンオーバー。